はい、今回はいつも動画に出てくれる和樹くんの新しいバイク、スペシャライズドアレースプリント、これこちら新型です。早速彼のバイクをいろいろ紹介していこうと思います。よろしくお願いします。まずこちらフレームはスペシャライズのアレースプリント、先ほども言いましたけど新型のモデルになっております。こちらカラーは何カラー、まあ、紫かな、青ですね。これ青、青角度によってちょっと紫っぽい。あ、そう言われたらそう見えるような、いいね、かっこいいね。そしてこちらの新型アレースプリント、なんとワイヤーがフル内装となっております。今まではこちら外から中に入るような仕組みだったんですけど、今回のモデルからは新しく中に入るようになっております。かっこよ。では次にコンポーネント紹介していこうと思います。こちら変速に関してはほぼ全てスラムの変速機ですね。こちらスラムフォース E タップ、はい、こちらカチッと押したらこちら無線で後ろのこちらのスラムフォース受信して変速します。なのでケーブルいらず。時代って変わりましたね、すごい。そして前に関してはなんと変速機がありません。今回なんでフロントシングルに？あ、そうですね、もう今の時代はフロントシングル、マジか、はい、だし、まあ、アルミバイクってこともあるんで軽量化もあります。あ、なるほど。こちらクランクに関してはスラムのレッド、波数が 46T、 大きすぎるわけでもなく小さすぎるわけでもない、はい、ちょうど真ん中ですね。平坦踏めるの？平坦は踏めます。60までは回転回さなくてもある程度は走る。フロントシングルによって変速する時のチェーン落ちもないから、これはこれでいいっす。でクランク長はどれぐらいなのか？は 172.5 です。長っ次足長いっていいな。このシルバーでかっこいいですね。ペダルに関しては両方とも和風のパワーメーター付きのペダルになっております。すっげー、使ってる人初めて見た。これ片方じゃなくて両方だよね。はい、両方金属。わー、すげー。そして次にホイール見ていきましょう。ホイールに関しては前後ともジップ303だ、カーボンディープホイールになっております。すごいね、これ新型？1個前のやつだったの？新型。ジップのホイールって表面に見えるかな、ちょっと凹凸みたいな凸凹があるんですよ。これがなんか空気抵抗を減らすような形になっているとかだったかな。あまり知らないからごめんね。40ぐらい、40ぐらいか、だいたい40で。タイヤに関してはビットリアのコルサ、これ新しく出たチューブレスレディのタイヤです、ね、はい、また飛行機来たし。タイヤの幅がこれ 25C 28、あ、なかなかでかいね。どう、これ使ってみて？わー、いいですね、とても柔らかくて乗り心地もふわふわ。乗り心地が特にいい。また飛行機来たし。この 28C だったら下りとかどうですか？は安定してカーブとかも曲がれる。プラス一番はスプリントとかダンシングした時にとても安定する。いいね、グッジョブ。そして反対側から見るとこのディスクブレーキに関してもスラムのフォース油圧のディスクブレーキで、ディスクローターもこちらスラムの、ちょっとモデルはわからないけど、ね、スラムレッド。いいね、 見た目もかっこいいじゃん。こちら前後とも同じです。はい、では次ハンドル周り見ていきましょう。ハンドルに関してはこちらスペシャライズのロバールのハンドル、スペシャが出してる一体型のハンドルです、ね、超軽量のやつ。すげー、初めて見た。このハンドルに関してはこの硬さどれぐらい？硬さはですね、柔らかいって言ってですね。柔らかいんだ。
スペシャルの新型のラピッドバーがなんかは、下半握った時にこうがっつりしてるんですよ、なんもないんですけど、これは体感できるぐらいしなるんですよ。なんで僕的にはちょっとあれかな、あの振ってる時にやっぱ動いてるんでやっぱり違和感は感じます。でもちょっとしなるってことは振動吸収は良さそうだね。まあいいと思います。でもこれ一体型溶接めっちゃ綺麗だな。しかも細いしめっちゃ軽そう。バーテープがスパーカーズ。はい、じゃあ次にこちらサドルに関してはフィジークの、これなんていうやつだな、ちょっと名前忘れたんですけど、ちょっとこっちに ARC、 あ、 ARGD なんて呼ぶかわかんないです。一応これも新型で、あ、結構もちもち、はい、で下がカーボンレール。これはショートノズル、まあ、どっちかっていうとショートとロングの真ん中みたいな感じ、ちょうどいい感じ。そこまで硬い感じがしないから乗り心地良さそう。どんだけ飛んでるのもでこちらのシートポストだけど、前作のアレースプリントのシートポストってベンジと同じような、 S ワークスベンジと同じような同じ形、結構太かったんだけど、はい、今回ちょっと細くなったね。今回はですね S ワークス SL7 のシートポストと同じのが付いてる。あ、そうなんだ、はい、あ、こっちに S ワークスって書いてる。これ一緒なんだ、はい、フォークも今回は SL7 と同じ。え、これ一緒なの。はい、同じフォークとスチーム。ここのシートポストについているものが SL7 の DI2 のあれつけるところ、はい、ああ。ってことはこれ今回スラムレッド無線だから、こっちにあのジャンクション、はい、A がつかないのか。あ、なるほどね、はいはいはい。でボトルゲージに関してもこちらスパカズのカーボンボトルゲージ、ボトルは沖縄林業のボトルこれ重量に関してはどれぐらいなのか。重量はペダル と、うん、ボトルゲージ2個、この2個、とサイクルコンピューターついて 7.4kg です。 7.4kg、 まあちょうどいいぐらいだね、アルミバイクにしてはだよね、軽いよね。でこれ納車して今どれぐらい走った。そうですね、もう300ぐらい、300ぐらい、納車して3日目ぐらいなんですけど、あ、昨日一緒にロングライド行ったけど、やっぱ平坦めっちゃ速そうだ、ね、速いって感じがしたね。アルミにしては上等すぎる。ついているパーツも全部ハイエンドのパーツがついてるから本当にこれアルミバイクかっていうぐらい高級感が出ててすごい。はい、というわけで今回は僕の動画によく出てくれる和樹くんの新しいロードバイク、スペシャライズドアレースプリント新型を紹介しました。この和樹くん自体このバイクを納車するために、今まで乗ってたロードバイク、スペシャルターマック SL6 とスペシャライズアレースプリントリムのモデルを手放したのかな、はい、この動画を見てくださっている方で、あ、私も同じスペシャライズアライスプリント乗ってますって方がいましたら、ぜひコメントください。はい、では今回ありがとうございました。ありがとうございます。